ここで登場してまいりました。これまた将来というものが楽しみになります。これが B リーグで初めての登場になります、菅野ブルースです。21歳、U16、U19 の日本代表の経験もあります、この菅野ブルースです。お手を拝借。よーぜ。お手をかけ。みんな、準備してる？あれ？ブルースと一緒だよ、準備してる？OK、お手を拝借。よーぜ！大丈夫なこいつ。大丈夫こいつ。ショートスマホすぎない。What's up bro? What's up? 今の入り何？今まででない。千葉のベリンガムこと、ブルースの質問コーナー、イエーイ。今回ようこそ千葉 JXA ということで、ブルースターの皆さんにブルースターがどんな人か知ってもらおうということになっています。はい、はい、インタビュアーにはブルースターブルクシュー林田選手、よろしくお願いします。お願いします。こんな関係性いただいて大丈夫。実は U16 の日本代表の時に一緒になって、僕はまだ高1でブルースはまだ中3の時に、ブルースはもう繰り上がりみたいな感じで選ばれて、コロナになる前までは本当もう結構月1とかで東京で合宿して、仲いいね。仲いい、仲いい、うん、僕は嬉しいです。ジェスに思ってるのは、そうですね。ということで、今から10分間タイマーが上がるので、はい、質問をどんどん投げかけてもらって、はい、ブルースさんの良さを考えしてもらえるというか、10分で足りるかな。お願いします。10分で足りるかな。でいきます。よーい、スタート。はい、じゃあ1個目の質問は、はい、バスケを始めたきっかけは教えてください。はい、きっかけは、まあ、自分アメリカ生まれなんですけど、なんか家で NBA の試合やってて、それで、かっこいいなと思って始めたのがきっかけです。お、いい感じですね。はい、かっこいいな。ちなみにアメリカのどこですか？あ、ニューヨークです。ニューヨーク、はい、シティボーイじゃん。ニューヨークです。次の質問、はい、はい、なんて呼んでほしいですか？なんて、これはね、チームメイトはでも、うん、ブルースが多い。ブルースが、ブルースが、みんなブルースが、みんなブルースが多いです。でも友達はブルとか、ブル、ね、ブルボンとか。ブルボン。じゃあブルースさんにはファンの人には何て呼んでほしい？ブルとかの方が呼びやすいと思う。ブルースはちょっと長いから、ブルーの方がいいかな。よろしくお願いします。何やねんこいつ。千葉ジェッツに来てみてどうですか？そうですね、まあ、急に決まったんですけど、まあ、入ったこと、まあ、なんか連絡もなかなかできなかったけど、うん、まあ、本当に素晴らしいチームに来て、うん、もう、いろんなことを吸収したいなというふうに思ってる、うん、もう真剣なんですけど、うん、って感じですね。真面目やな。しょうもない、しょうもない、ほんま、しょうもない。よしてくれ、本当に。これね、一番最初、怖い、話しかけづらいと思った選手はいましたか？怖い。ゆうきさんにはちょっと仲良くなるまで時間がかかった感じあるっすね。うん、2ヶ月ぐらい喋ってなかった、ね、2ヶ月ぐらいしゃ、まあ、なんか2ヶ月は言い過ぎだけど、1ヶ月は話してなかったです、ね、話もおはようございますみたいな感じのしか、うん、今もう今は What's up bro? What's up? バリ仲いいですね。バリ仲、今はいい感じです、うん、はい。何がきっかけ？きっかけはあれよね、まあ、チームで歓迎会みたいなのをして、はい、その時に結構いけいけっつってみんなに言われて、うん、翌朝からも午後でも終わったってやってたんで、それが今ずっと維持してるんで、さすが、本当に。もう一声ね、したいけどね。もうちょっと行きたいね。もう一声ね。もう一声ね。もうちょっと。よしあ、まあでもほぼ一発芸みたいな、ずっとなんか、はい、やっぱ基本シャイなんですけど、うん、仲良くなったら結構もうはっちゃけるタイプなんで、はい、慣れるまでがちょっと時間かかったんですよね、うん、もうちょい出していきたい、もうちょい出していきたい、うん、得意なプレーは何ですか？得意な、そうです、体を使った、まあ、ドライブが一番の自分の強みかなとは思います。はい、わかりました。背番号の由来を教えてください。6番ね。6番の由来は自分の高校の番号なんですけど、佐尾先生が自分6番
お前は6番だと言ってくれたので、が、お前は6番だと言ってくれたので、それを、まあ、新天地で、で、まあ、6番つけようかなと思って、うん、名声。名声です。うん、名声魂。はい。何今拾ったほうが大丈夫大丈夫です。お願いします。はい、次。今までで一番やっちまったなというミスは何ですか？ボコボコだったでしょ？まあ、ボコボコ、まあ、ボコボコ、まあ、ずっと走らされて、大事。まあ、もう練習3時間ぐらいずっと走ってた。それ何や、何で？多分ディフェンスで、ステップスライド練習あるんだけど、うん、その幅がちっちゃくて。それが一番やっちまってたな。一番やっちまったな。で、それでみんながそれで俺の責任でみんなも並べっつって、うん、走らされた。3時間ぐらい。やっちまってるな。やっちまったなっていう。それ、みんな申し訳ないなって言った。もうちょっと大きくやっとけば。もうちょっと大きくやれば走らずに済んだよ、ね、いけたなっていう感じ。それやっちまってるわ。やっちまいました。それは申し訳ないです。憧れの選手は誰ですか？この選手。B リーグでも NBA でも。そう。誰？誰だろう。ベリンガムじゃない？ベリンガム。ベリンガムでしょ。もうスポーツ違うわけだよね、ちょっと、まあ、ベリンガムにしとくか。ベリンガムだろ。ベリンガム。ベリンガムで。ベリンガム大好きやもんな。ベリンガム大好き。同い年。同い年、21歳。21歳で。ベリンガム注目してくださいね。はい、ベリンガム。はい、ます。来てるんで今。千葉のベリンガム。うん。はい、次。やばいさ。よく見る YouTube やテレビ番組は？テレビ見る？テレビ見ない。見ない。全然日本テレビ。日本テレビ見ない。全然。日本人生が日本語を覚えたテレビ番組ある。何で日本語？ああ、夜更かし。夜更かしめっちゃ見てた。夜更かし。月曜から。うん。マツコの。マツコね。マツコめっちゃ好きだったね。マツコが好き？マツコめっちゃ好きだった。あんまらんけどな。マジで。あんまらんけど。それで日本語めっちゃなんか覚えて。あ、それでね。ずっと見てた。確かに小学校いつまで向こうだっけ？ね、小3ぐらいまでアメリカ行って。アメリカで。そっから急に日本の学校だ、ね。日本語学校に普通に入れられて全然わかんないから。もうテレビ夜更かしで。夜更かしでずっと見て。上達しました、それで3年ぐらい。日本2年ぐらいで喋られました。おお、すごい。あなたの秘密を一つ教えてください。秘密ね、基本全部出してるからね。全部出してるよね。うん。あ、お、でもちっちゃい頃バレエを、うん、の踊り、うん、踊りをやらされてました。やらされてた。やらされてました。普通にあ、もうはもう踊るやつ、ね、絶対やれってやって。それ日本？いや、アメリカで。アメリカで？アメリカで。もうしっかりそういうね、服を着て、着て、もうタイツみたいに着て、やらされたっていう感じ。全然やりたいっては言ってない。え、それ1年ぐらい？もう1年ぐらいや、真剣にやって。秘密。発表会みたいのありましたね。それいや、女の子と一緒撮るみたいな。一緒にね。うん、オフの日の過ごし方。あ、でも最近ゲーム、お、PS5。買って。え、何をしたの？まあ、スパイダーマン。スパイダーマンと、あとはそれ、一人でやってるの？うん、一人でやってます。悲しいね。はい。次、生まれ変わったらどんな職業に就きたいですか？だから子供の頃、これになりたかったとか。あ、ない。あ、でも、スーパーヒーローみたいになりたいみたいな感じの、ずっと昔はスパイダーマンやってるもんね。スパイダーマンなりたい。え、でも本当スパイダーマンなりたいなと思ってずっと昔思ってたっていうのはあるけど。変なやつやん。うん、そういうぐらい。めっちゃ変なやつやん。うん、やめとくか。やめとこう。やめとこう。恋愛系は一気にいいっすか？はい。どんな質問？恋愛で一番重要だと思うことは何ですか？価値観。価値観は？え、価値観じゃないの？価値観じゃない？何歳でしたっけ？21です。21です。いや、合わなかったらきついな。確かに。あ、その見た目とか、なんか分かる、そういう分かりやすい。見た目タイプもちろんあるけど。タイプある。うん、あ、じゃタイプは どんな人が海外の女性がいいとか、うん、日本の女性がいいとか。なんかアメリカ行った時は、うん、アメリカ人がいいなと思ったけど、うん、もう帰ってきたら日本人、うん、が、大丈夫かこいつ。大丈夫こいつ。素直すぎない？違う。まあね、まあそうね。変わるから。変わるね、やっぱ。うん、適応していってる。適応してる。そういうことね。そう。それ大事だろ。ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。今、会いたい憧れの人。会いたい憧れの人。憧れの人。会いたい人。レブロン・ジェームズ。おう。あれ、NBA の試合見に行ったよ、向こうで。うん、見に行った。
でもレブロン・ジェームスいなかったから。いなかったから。すごい会いたいな。確かに次のオフとか、うん、そうでアメリカに行きたいとかはない別に。ああ、でももう別にバスケ関係なく。あでも行きたいと思ってる。旅行で行きたいと思ってる。フロリダとか。一緒に行くわ。あ、お願いします。一緒に行こう。うん。どこどこ？ニューヨーク、ニューヨーク。ニューヨークは、ま、あんま違う。そっち。あ、違う。いや、違くはないけど、うん、行くとしたらフロリダか、うん、カリフォルニア。フロリダディズニーとかあるしね。あ、そうなんだ。そうそうそう。いや、ブルースと2人でディズニーは無理やなんでいやいや、無理や。理や行こうよ。絶対無理や。いやいや、行こう。最後最後なんだろうな。いや、でもこれか、将来の夢や目標は何ですか。そうです。B リーグでしっかり、まあ、結果を残して、まあ、日本代表になることが一番の目標ですね。頑張ってください。おはようございます。最後はコメント勝負を考えてたんで、うん、あ、はい、思わないこと言え、思わないこと言え、うん、まあ、新加入の、まあ、菅野うるさんですけど何今の入り何まあ、新加入の、まあ、菅野うるさんですけど今まででない今まででなんですけど菅野ブルースなんですけど B リーグ1年目なんですけど、しっかり、千葉ジェッツで、まあ、しっかり結果を残して、そのファンとかの皆さんに、しっかり自分の活躍を見せられたと思うので、これからよろしくお願いします。お願いします。 Go Jets。 そこだけそこだけ自信ある。そこだけ。やっぱ英語の方がいいね、次から。そうだね。英語がいいかも。英語バージョンも言っとく、一回。This is Bruce Cano. This is my first in B-League, so I hope you guys can watch my good plays. And I really appreciate your support, so go Jets. 英語の方がいいね、これから。やばいね。千葉ジェッツが好きなら、今すぐバスケットライブに登録。千葉ジェッツの全試合生配信はもちろん、ここでしか見られない選手の密着コンテンツやバラエティ動画も週1で更新。この動画の概要欄にある専用 URL からの登録者数がチームの支援につながります。ぜひこの機会に。 Thank you for watching our videos. I hope you guys this video is going to be so fun, so please come get to watch our YouTube channel. Go Jets!